一部のアイヌが軍資金を貯めてたらしい。それを一人の男がぶんどった。持ってたアイヌを皆殺しにしてな。裏話じゃなかったんだ。殺されたアイヌたちの中には私の父親もいたから。力を貸してくれ。目的は違えど道は同じ。目的は金か。煙のように逃げてやる。必ず仕留めてやる。私はお前の死に神。生き残りたくば死人になれ。ただの金塊目当てじゃない。俺は不死身だ。アイヌにとっての季節は冬と夏だけが交互に来る。冬は山へ狩りに行く男の季節で、氷が溶けて水になるとマッネパという女の季節が来る。これからどこのコタンも女たちは忙しくなる。エドガイ君、デタラメの暗号が掘られた偽の入れ墨人皮を作りたい。我々にしか判別できない精巧な偽物を複数枚作る。この入れ墨人皮争奪戦に大混乱を巻き起こすのだ。何百回でも遮るものにかざしてみせる僕の願い。偽物の入れ墨人皮がばらまかれたら大変なことになる。偽物の判別方法が見つけられない以上、直接のっぺらぼうに会いに行くしかないな。のっぺらぼうはアイヌなんだろ。アイヌになりすました極東ロシアのパルチザンだ。アシリパさんを裏切る人がいます。とても危険な男です。私の父は。手を組むか、この場で殺し合うか。決して無駄には使うまい。アシリパさんは立派にアイヌを生きている。そのアイヌの金塊を奪った者が本当の父親なのか。俺はあの子が真実にたどり着くのを見届けてあげたい。